で、この2セクのウェイトを作る場合が、ここで取るのか、それとももっと上で2セクを取るのかで、今更ガッキーやろうかな、やることない。ちょうどウィックちゃんがちょっと楽器、今更なんですけど楽器ぐらいの長さだったんで、まあ、やりたいと思いますというか、まあ、ちょっとね切ったんですけど、1点このウィック、実はウィックちゃん後ろ短いんですよね、ここが。なのでちょっと足りてないんですよ、長さが。なので若干ちょっと短いです、ここは。多分新垣結衣さんもちょっとここが長いと思うんですよね。まあその時のスタイルによると思うんですけど、なんでちょっとそこをご了承ください。ちょっと毛が足りなかったので、はい。でですね、まあ皆さんどういう風に切っていきますか。まず後ろ切れますかね。僕結構簡単に切っちゃうんですけど、どういう風に切るかっていうと、まず長さ、サイドの長さ決めるんですよ。まずまあ、ふわっとこうねやりながら何度もねこうやって切り直してですね、サイドも一回ある程度決めたら、一回横のライン出ちゃうんですけど、あまり気にしなくて大丈夫です。基本的に僕はブラントなんで、ほとんどチョップとかも使わないんで、まあいいんだか悪いんだかちょっと分かんないですけど、使わない理由は後で、まあ、ぼかすからいいかなっていう感じで、もうこのこうやって切ってる時点でまっすぐ切ってるんですけど、丸く切ってるんでブラントでも全然大丈夫なんですよね。直線で切るとブラントのライン出るんですけど、基本丸く切ってるからブラントでもいけるんで、効率はいいと思いますね。こうやって切ってもあんまりライン出ないんですよね。今もあんまりこれ出てないと思うんですけど、ライン自体はそんなに出ないはずです。こういうふうに丸すく切っていけばそんなに出ないですね。で、バックはセンターに合わせて、まあ、何度かチェックしてこう何度か切りますね。何度かこう切っていきます。で、何度か切ります。こう切っていきますね。はい。で、ネープをリフトして、まあ、ここはチョップでいいかな。これはボックス切りでいいと思いますね、ネープの部分は。ここ端あった方がいいと思うんで。端を長くしたいので、ボックス切りっていうのは、真後ろにこう引き出した状態ですね。またこういうふうに切らないということです。こうやって切るんじゃなくて、こう切るんじゃなくて、こう切るということですね。そうすると、ここが長くなりますよね、この三つ襟のところが。ということですね。センター短く、ここ長くする。前から見たときに、ここにピロンっていう毛が出る。簡単な反りやります。で、新垣結衣さんのスタイルを見ていただくと分かると思うんですが、結構この辺軽いんですよ、顔周り。皆さんどうしてますかね、レザーとか使えますか。僕レザー使わないんで、ちょっと、まあ、レザーでこうやってやる方もいらっしゃると思いますし、すきばさみとかでこうやる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろんな方法があると思うんで、そぎに関してはやっぱり難しいですね。好みが出ますし、まあ、パサつくから入れないっていう方もいらっしゃいますし、スライドカット
こうやる方もいらっしゃいますし、まあスライドカットでもいいとは思うんですけど、基本的にあんだけあのこの辺のシルエット見ていただくと分かるんですけど、すごい細いんですよね。多分レザーかなんかで切ってるのかなっていう感じなんですけど、新垣さんのやつは。ただもう僕レザー嫌いなんで、この辺は例えばですよ、はい、今度そぎちょっといきますね。かなりちょっと展開早くて申し訳ないですけど、で、まあこれちょっとこう先っちょが締まんない片方のアルバなんですけど、こういうようなハサミなんですね。で、こういうので自分がカーブさせたい位置ってこう分かりますかね、カーブさせたいとここの辺から曲げ欲しいなと思うとところを、はい、こういう風に持って指で曲げるんですね。わかりますか？あの人差し指に巻きつける感じです。ここから曲げたいなっていうところを人差し指に巻きつけるんです、毛を。そんなような感じです。巻きつけるのに親指で押さえて中指で押す。いいですか？これで内巻きを記憶させます、髪の毛に。で、こういうふうに分け取ります。指で分け取り、いいですか？いっぺんに取っちゃダメですよ。指でこう、ハの字で、ハの字スライスで、この辺重いなっていうところを探します。この辺、軽い方が可愛いなっていう場所を、指でこういうふうに探していきます。ここがちょっと重いなと思ったら、はい、指に巻きつける感じですね。この時も、例えば、こっちに跳ねる、前に跳ねる方は後ろに、ねじるような感覚でやっていくと癖を取りながら切れるんですね。はい。ただ新垣さんの場合は結構なんか跳ねてそうな感じもあるんで、あんまり気にしないで切ってもいいんじゃないかなと思うんで、基本まっすぐでいいと思います。癖取るっていうよりは癖出してもいいぐらいの感じで僕には見えたので、で、人差し指に、左手の人差し指に巻きつけるような感じで、ダウンシェイプというか下に下ろします、持ち上げないで。で、これを少しずつ毛先に向かって入れていきます。はい、これはこのハサミ特有な感じで、通常のハサミだとバツッと入っちゃうので、一発目が結構ラインが伸びてきた時に、そこがラインで出ちゃうんですよね、バツッて切っちゃうと。なのでこのハサミで柔らかく切っていくんですよね。こうちょっとずつちょっとずつ、あんまり奥まで入れちゃうとパサついちゃうので、ちょっとずつこう優しくですね、カールを作っていくような感覚でやっていきます。いいですか？ここもやはり指で曲げながら真下にこうですね、はい、優しく優しく束を作っていくんですね。このような感じ、自分で束を作るんですよ。で、このハの字スライス で表面の方は入れない方がいいです。表面を入れちゃうとパサついちゃうので、ほんと毛先の方だけですね、やっていただくと分かるんですけど、かなりパサついちゃうんですよね。やっぱりこうこういう風に切ってますから、切り口がやっぱりここにたくさんあるわけなんで、やっぱりパサつく原因になってしまうんですね。ですからあんまり表面の方は入れない方がいいです。もし入れる場合は縦で入れたりとか、縦スラで、ちょっと毛先入れるぐらいですね。基本的に毛先5センチ以上は入れない方がいいです、表面の方は。で、中の方の、まあ、このスタイルに限ってなんですけど、中の方ははっきり分かりやすいように束感作りたいんで、このような感じで、入れていきます。特に顔周りとかこのぐらい薄いんですよね、新垣結衣さんのサイドって。なのでそういう感じにしていきます。で、こういうところやってみますね。で、もしこれが心配だっていう方はまあ、たまに僕は使うんですけど、10% セニング、10% 以下、8% ぐらいなんですけど、このセニングが、T2 セニングっていうんですけど、こういうので、セニングでこうやって入れていくと怖くないです。セニングで、こういう感じで入れていくと失敗はまずないですね。ただこれもあんまり奥まで入れちゃうとパサつく原因になっちゃうんで、そこは気をつけた方がいいと思いますね。セニングで、ただ指はこの状態ですね。この内巻きにする指で、こういう感じでちょっと筆を作っていく、筆じゃないな、なんだろうな、こういう細い筒をたくさん作っていくような感じですね。はい、
っていうような感じで入れてきます。前髪ですね、前髪もちょっとライン出すぎると怖いんで、セニングで軽くこうやってぼかしていくぐらいの方がいいです。あとこういう新垣結衣さんも前髪束感出てるんで、そういうところは普通のシザーでバツっていっちゃうとかなり極端にこうモードな感じになってしまうんで、こういうところはここもね、僕内巻きにこうやりながら切るんですけど、ちょっとセニングで優しく取ってあげるぐらいが、束感出してあげるぐらいがいいと思いますね。ちょっとずつこう様子見ながら、まあこれは 8% のセニングですけど、それぐらいで優しく取っていきます。このような感じですね。バックは基本的にこの辺も束感出したい場合は、盆のくぼからちょっと上ぐらいのところはですね、縦にこういうふうにこう入れていいんですが、基本的に後ろとかは伸びてきた時にこう跳ねやすいんで、あんまり深く入れないでほしいんですよね。奥まで入れると、入れすぎるとですね、結構ツヤがなくなっちゃうんで、本当表面の方だけ動かす程度に入れてください。そして表面ですね。でこの表面はこうやって入れちゃうと切り口のところが汚くなっちゃうんで、縦にですね、こう縦に取っていただいて、その縦のところを優しく、はい、収まる位置に向かって毛を下ろしていきながら優しく取っていきます。そうすればパサつかないで取っていきます。はい。でここは新垣結衣さんのスタイルはウエイトは絶対上げちゃダメなので、そぎも本当に毛先のところを不揃いにするぐらいの感じでカットしていくぐらいでいいと思います。本当にこれぐらいの感じですかね。これも同じくペンシルシザーっていう、先っちょがちょっとこのね空いてる特殊な、まあ、オリジナルシザーなんですけど、これでちょっとカットしてるんですね。でこれにすることによって先っちょが締まらないんで入りが優しくなるので、通常のシザーでバツって切るよりは滑らかな感じに作ることができます。切ってる感じもバツっていかないので、なんかこう滑らしてる感じに近いですね。柔らかい感じです。すごいそういう感じで切れてたら大丈夫だと思います。なんで基本的にすごい単純な、で、あとこの毛先ですね。こっちの方は、まあ、チョップでこう切っていいかなと思いますね。こういう感じで。はい。こんな感じで、襟足の方は切ればいいかなと思います。基本的にあまり削ぎすぎないということですね、ポイントは。だけど、毛先の重さは出てるけど、束感はしっかり出てるっていうような、ちょっと贅沢な、研ぎ方というかね、重さはあるのになんかこう、しっかり重さもあってしっとりしてるっていう質感ですかね。それがやっぱり必要なんではないかなっていうふうに思います。なのでちょっと贅沢な研ぎだなって思うんですね。はい。まあこのような感じで新垣結衣さんのスタイルの、まあ、作り方ですね。なぜかね、特にこの顔周りとかがめっちゃ軽い気がするんですよ。だから皆さんちょっと携帯で見てみてください。ここら辺結構軽いんで、このなんていうの、こめかみの横の方とかってめっちゃ軽いんですよ。だから多分レーザーなんですかね。なんかその担当してる美容師さんは僕は知らないですけど、レーザーとかで切ってるのかちょっとわからないんですけど、まあこのような感じで切ることもできるよっていう感じですね。まあ本人、カットしてる本人からしたらちげえよってなっちゃうかもしれないですけど、まあそれはそれっていうことで、でまあこういう感じに最後この辺の感じさんが新垣結衣さんのヘアカットを今日はちょっとやってみました。また他に何かコメントとかありましたら、ぜひ皆さんこういうのやってほしいなっていうのがあったらぜひ言ってください。あと YouTube のモデルさん、 YouTube とかで、紹介させていただくモデルさんも募集してますので、ハイヤマカシの方ご登までご連絡していただきましたら、
担当させていただきます、男性の方じゃなくて女性のモデルさんを担当させていただきますので、やりたい方がいたらぜひ、ハイヤマカシゴトウまでご連絡ください。